オンマが NCT のコンサートでまた東京に行ってお兄ちゃんと帰ってきました。おかえり。엄마중국갔다와가지고주말에다시일본을갔어했더니次の日ね피곤하다에てかそれよりさ、お兄ちゃんの髪の毛どうしたん？え、何があったの？何言ってる？最中だろ、これ。もうちょいよ。今が一番難しいんだから。え、クリボンでしょ。いや、前髪が久々にできたから。下ろしたいよ。え、きっしょ。下ろす？きっしょ。まだきしょいとかキモいとか言ってんの？え、それ見た方がいいよ。俺も最近気づいてんけど、まきしょとかキモって思う。この感情って実は知らず知らずに芽生えてる差別な、差別的感情ない。人間得体の知れないもの、自分の予想を超えたものが完全に現れた時に、うわっちょっ、受け入れられない、自分の自らの器の許容の狭さを露呈してるぞ。そんな自分は小さって思わんか。すごいな。だから自分の予想内で生きようとすな。シンプルにお兄ちゃんの髪の毛見てキショって思った気持ちはどうやって表現したらいいの？悲しいよな。それがお前の人間としての限界だ。あ、はい。俺も思うよ。人間感情おちょっとし思っちゃうの。えって。長くね。この話。思っちゃった時に、うん、いや、あ、ここを狭って思うようにしてる。ありありって思うようにして、俺もキショって思ってたことも、いや、あり、ありっちゃあり。キショって言葉こそあんたいつも使うやろ。なあ、特に周り。お前キショやろ。さっきがキショし。それよりさ、オムまた青汁買ってきてくれたんだ。青汁、今回いっぱい買ってきてる。いやさ、この前もこのぐらいの量買ったのに、이번에는엄마가사가지고진짜좋았던거있잖아。아근데그중에서호프가이거아오지였어。엄마めっちゃハマった。선물하기도좋아요。어땠어？그러니까前回買ってきたやつ。よかったでしょ？コメントでも来たけど、買った感想みたいなみんな気になってたで。ああ、確かに来てたよね。うちそれさ、お兄ちゃんが勧めてくれて買った時、正直帰り道に、うわ買いすぎたって、あいつに騙されたって思ってたんだけど、帰ってきて使ってみて結果、めっちゃドハマりしたやつは何個かある。だからさ、今回オンマが東京に行った時も何個かちょっとうちも頼んだよね。このボディタオル、なんでか分かんないけど、このボディタオル10個だった。10個。이거엄마또선물해줬잖아사람들한테가면은이거시오시오から今回10個買ってみて。あの歯の歯間ブラシも周りのおばちゃんたち。気持ちいいわ。まさにこれね。そこまで言ってたほんま。今回買ってきたの本当評判良かったでしょ。あ、まあ確かにね。2人が使ってみて、今回良かったの。教えてちょうだいよ。え、うちお兄ちゃんに勧まれて一番良かったものも言っていい？これ。え。これさ、そんなになんか匂いが強くないなって思ったのね、でもこれ使ってからうち周りに「さあなんかいい匂いする」って言われたの。その話聞いてからもうこれに対しての信頼度めっちゃ高くなってる。これとこれがリーケに来てからうちの洗濯が生まれ変わったよね。柔らかくなったでしょ。うちのタオル見せたるわ一回。結構柔らかい方じゃない？めっちゃパサパサしてる、あの白いやつじゃない？ないの？あ、生まれ変わったんだ。これだってうちの家のタオルなんだけど、こんな柔らかくなかったの。え、なんか、え、これ？わ、え、めっちゃ変わってる。もともとそうじゃなかった？え、違うよ。パリパリすぎて、このまま浮かせれたもん。白とグレーのタオルあるのね、たまに。8年ぐらい使ってる。え、めっちゃ変わってた。取ろうと。そこまで。そこまで変わった？本当にでもパリパリすぎて縦に持てた。いやいや。わあ、ブトロジョンね。いや。あに、おまるパリパリのこと좋아。いや、おま、え、なんかね、感覚で言ったらカタオルみたいな感覚だったの。韓国ってレギュラーのボディタオルが赤タオル。泡立ちが良くないから、これで買ってきて正解よ。いや、おま、セブンジュラブ。あ、でも。お土産にちょうどいい。金額的にも。이게、말을해도これ입고出張하겠다면、めっちゃ喜
で、これがいいのが柔らかくてちょうどいい、すっきりすっきりした痛いやつ欲しかったんだけど、それがこうなんだよ。ダメだわ、俺これじゃないと。うちの赤タオル痛いじゃん、擦りすぎて痛いじゃん。そう、それ高いじゃん。知ってる、オンマって赤すり、あのタオルって顔ごと赤すりするぐ、グリグリする。オンマくんで、アナメはまた絵がどうなるのか、顔に赤が多いんだって。どういうこと。あれちょっと刺激多すぎだよ、いやでも嬉しいわ。いやでもそれは本当にありがとう。本当にファミがボールドを覚えてくれた。言ったろ俺。これ落ちたら全部使っちゃったらまた欲しくなってね。買ってくる。一番必要品だった。何ほんまのその顔。ちょっと納得してない顔あるけど、もともとそんなに悪くないですってみたいな顔してる。恥ずかしいんかな、主婦だから。何じゃあな、ちょっと飛ばすか。青汁だった、青汁。これめっちゃいい。聞かせて聞かせて。え、言わないから言いたくない。俺が勧めたものの良さ聞かせて。あんま青汁飲む気はないけど、これみんな買ってたんですね。お金と먹고、カバンとか前に2개씩꼭넣어다니면서마을에3대한테도줘。あげるように買ってきた。でもこれさ、思ったより良くて、コース青汁1箱しか買ってなかったじゃん。めっちゃ後悔した。しかも安心感半端じゃない。お腹痛いのも治ったでしょ。うん、くれー、クゴやー。待ってみたら本当そうだ、イゴやー。なんか腹立つな、あの知らんわ。マジでさ、これ韓国で普通に販売してほしいんだけど。クローン、俺が紹介したもんだから、それは。ねえ、クローン、これ実は너무좋아가지고。확실한거야。クローン너무좋아가지고사주자나간사람들도깜짝놀란게미세미찬물에그렇게잘녹을수가없어그지그지맞아맞아어먹기가너무편해그리고서코멘트でも一番多かったのが코스아우지를買いましたっていう人が多くて、意外とみんな知らなかったんだなと思って。みんな青汁飲めばいいのに。青汁の中ですか。みんな健康になればいいのに。すごい優しい。ボルジルと몸에좋아도불편하면안먹게되거든。이것이근데봉지에딱딱들어있어가지고なんか飲んだ時負担も感じないから、すごい安心感。そう、安心感。なんか太る感じもなんもないし。おもろな。おもろかったよな。あれはね、心がね、あんなの誰がもらっても一緒。外国行ってあんなの買ってきたらめっちゃ嬉しい。そうじゃなくて、俺が勧めたやつの中で。あ、もう一個リピったやつある、舌ブラシ。ああ、どうだったあれ。え、うち舌ブラシ実は韓国でも何回もいろんなやつ買ってみたのね。どういうこと。これ柔らかいんだけど、なんかもう一本何使った。なんでもう新しいのよ。良すぎたから、うちトイレ2個あるからどっちでも使えるように。これうちめっちゃおすすめ。違うやつは使ってたらうってなるやつが多いので、でもこれは柔らかくて使いやすいし。俺それ使っててもうってなるけど。え、うちならないんだけど。俺はでもね、それはしょうがない。でも使ってみたら朝に起きた時、なんかレベルで言うと80ぐらい臭かった口が70になる。ん？え、でもうち結構でかい買い物で1個ヨドバシカメラでさ、足のマッサージ機買ってたじゃん。 あれどうだった？あれね、めっちゃ強くて気持ちいいし、思ったより面倒くさくないの。なんか座ってる時間が多いから使ってるうちにやってるんだけど、ただ1個悲しい、あれがねコード式だったじゃん。でも電池でもできるってことで買ってきたんだけど、めっちゃ良かったんだけど、電池入れて3回くらい使ったら電池切れする。え、だから早いの。めっちゃ早いの。使い方間違ってんのかなってちゃんと見て、もう一回フルパワーでやってるからじゃない。フルパワーでやってる。3回短くない。短いね。それでさ、それ俺が勧めたやつじゃないからな。え、そうだった。嬉しい。じゃあ気持ちいいのちょうだい。なんかもっと、じゃあ、あれ良かったよってのが聞きたいね。どうも、もう、そのぐらいか、でも。あ、ちょっと、いこう。まあ、いこう、さ、あ、それ、うちの勧めじゃん。いこう、話し過ごなんでいいか、といけ、飲むちっちゃくなっちゃう。これ、でも、オンマに、もともと、なんで、これ買ってほしいなと思ったのが、オンマって、車のドアに、横のサイドにリステリン入れてんの。うん、あれでかいやつ。あのでかいやつ、うがい用で、ほんま大事な人と約束あった。扉から降りる前にボトル口に入れてさ、ぐちぐちペーした後に行ってるよしっつって。かっけー。これでいいじゃん。うん。
それ十分だよ。ダサいバナーでサムラクまたダッサイ買ったの、うん、今ね、ちなみにこのダッサイっていうこのお酒が、うん、韓国にめっちゃ流行って友達もなんかストーリー出してる、うんうん、速乾するんだって。で、これを買い付けで転売ヤーが何個も買って問題になってるんだけど、うん、これのために朝から日本に行ってこれだけ買って帰ってくるみたいな。日本でいくらで韓国でいくらになるんだっけ。で、7000円ぐらいで、韓国で忘れて数の箱にか20万円そう。だからうち売りたいって言ってね、その転売ヤーは実はうちです。ホアのお前さん、飾るでどうぞ。でもお菓子さ、最近わさびハマってるね。これうちが飲むわさび。え、今わさびありますか。いや、わさびたまごっすよ、マクボわさびの、わさびの焚き火を持ってるから。あ、まあ、わさびちょうど、わさびも없어。え、これどう。これ美味しいよね。うん、まっかき揚げ。あ、かた揚げポテト知らなかった。これうまいでしょ。これめっちゃうまい。言ってよ。まあ、今いっぱい買ってきたのに。確かに二人にとっては衝撃の食感だったかもしれない。うん、いやいやさ。え、でも美味しくなかった？これめっちゃ美味しい。これ絶対韓国に入ってきてほしい。食べ過ぎて飽きた。いらねえよ。なんか感想が濃厚なんで。いやいや、そんなさ、いいって十分に言ったじゃん。何がもっと欲しがってんの？あ、衛兵のおかげですよ。いやいや、違う違う。勧めたやつを良かったって言ってもらえるの気持ちええやん。結構さ、うん、韓国人の友達とかに韓国行くときに、うん、お土産買っていこうみたいな、うん、喜ばれるやつ、うん、はあ、本当に嬉しいわ。うちでボールドとこれを使えてくれることで洗濯のレベルが一つ上がった。80年代の洗濯のずっと。근데너말하니까막마음찔리는데엄마사실그거생각했어내가너무옛너무옛날방식으로만내가좋다고생각하는방식만맨날쓰고있어뭔가엄마나세탁은本当に綺麗になってる感じはあるんだけど。どうもろいらん。昔ながらの技術とかそういうのを俺も否定はしたくない。この世の中の技術の進歩も無邪魔でし。わあ、ちん、ノムプブタだ。でもこれみんな衛兵衆って知った後に衛兵衆好きだから買いに行ったんだって。근데今回일본에산것중에俺と同じ香りだね。サンドリー今回買った。あ、これも買ったやつだ。うん、資生堂。あんまり資生堂遊ぼっかとか言って。おんま昔いた時資生堂高かったもんね。今回も高かったけど、うん、あ、おんまも資生堂使うようになっちゃって。昔トムホルンリンクに無料サンプルのサンプルを何回も知らん違う人のふりして電話して無料サンプルそう、まあまあ、これ買えるようになったんだね。恥ずかしいよ。근데確かに、まあ、日本で住んだのか、まだ頼んで頼んだのか。サバイバルだったもんね。